備はできた？これ以上グズグズしてると置いてくわよ。何？まだ話したいことがあるの？それならさっさと言いなさい。別に、ただの世間話よ。そんなに分かりやすかった？約束したの。万が一彼女に何かあったら私が絶対助けに行くって。どうかしら。でもあんたたちと一緒にいるとよく予想外のことが起こるのよね。爽快な戦いと心躍る冒険、どれも悪くない。嫌いじゃないわ。もちろん。ジョシュアのやつ泣きそうだったわ。ボスも口では何も言わなかったけど、きっと心配してるはずよ。上に行こうとしたのは私の選択。ナターシャもこの選択を支持してくれてる。それにあんたたちだって用心棒の代わりが必要なんでしょ？ならグズグズしてないでさっさと出発しましょう。ああ、トモンよ、出発の時間ですか？了解です。食べ物や飲み物はたくさん用意してくださいね。これから先はすごい数の階段が待っていますから。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。 いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り何度か戦闘もありましたが、概ね対処できました。下層部？そう、分かったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ統領。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです、彼らの目的は本当に正確であり、正確によるペロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から正確の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる代価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。傲慢、無知、失望したぞ、ブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。
もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか。どうしてシルバーメインを列界に送り無駄死にさせるのですか。どうして下層部の民を見捨てたのですか。どうしてあの時お考えを変えたのですか。わかったわ。いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな、本当に真実に触れる覚悟はできているのか、ブローニャ。はっ、覚悟ならできております、お母様。ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。さあ、ここへ来て。さあ、ここへ来なさい。はあ、やっと戻ってきた。はあ、あと少しで新鮮な空気の味を忘れるところだったよ。ちょっと待ってね、もう一回この新鮮さを。はあ、もういいよ、行こう。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方がいいと思うんだけど、あのゲーテホテルには行きたくないな。散歩ったら、自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に頼りにならないやつ。ダメ！オーナーさんはうちらの顔を覚えてるはずだから。それにシルバーメインの投書もすぐ近くだし、自主と同じだよ。炭鉱はどう思う？俺は先にセーバルランドゥを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍官だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら、俺たちは飛んで火にいる夏の虫になる。じゃあ炭鉱の言う通りに、先にカラクリ工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今は指名手配されている身だからな。どうしたの、ゼール？何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。今目に映る全ては記憶にない見知らぬ光景。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。長すぎるのよ。何でもないわ、行きましょう。見張りのシルバーメインがたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか、ブローニャ。誰だか知らないけど、今日は天休日だよ。また明日に来て。ああ、思い出した。ベロブルグの外からやってきた3人だ。ったく、まだ街をうろついてるのか。シルバーメインに追われてる身だって自覚はないの？早く入ってきて。なるべく自然に目をつけられないように。私のところまで来たのならもう安全だよ。このからくり工房は防音だし、普段は誰も来ないから。それで一体何の罪を犯したんだ？前線からシルバーメインを撤退させてまであんたたちを探してる。上層部のみんなも怖がってるよ。うちらは。待て、美月。ブローニャから聞いたんだ。
お前を完全に信頼していいと。なんだそれ、ブローニャを強調して自分たちはまだ私のことを信頼してないと言いたいわけ？まあ警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ、私なんかがカカリアに話しかけられるわけないから。私を喧騒者から追い出したのが彼女だから、今さら近づく理由もないし、喧騒者が確実な証拠を示さない限り私はあんたたちが罪人だとは思わない。それに私の喧騒者に対する理解からすると、本当に証拠があるならとっくに示してるだろうね。もう見慣れたやり方さ。カカリアはね、いつもこうなんだ。先にみんなをバタバタさせる。だってバタバタし始めると細かく考えられる人はそういないからね。詳しいも何も昔は親友だったんだ。当然それもあいつが大守護者になる前の話だけど、今の私はこのからくり工房でポンコツを直して音楽をやって自由に生きてる。まああんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。行方不明になったブローニャが私を訪ねろって言ったのはきっと用事があるからでしょ。信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど私の勘が教えてる。あんたたちは悪いやつじゃないって私の勘はよく当たるから。講談ならうち得意だよ。あまり大げさに言わないといいんだが。だからブローニャの情報がないわけだ。そんなことがあったんだね。仮想部か。封鎖されてから人が上がってくることはほとんどなかった。そんな風になってるとは。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話作りたくても作れないだろうし、それにゼーレちゃんがその証拠になる。性格ね私を訪ねてきた理由が分かった気がするよ。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が性格を研究することだったんだ。喧騒者じゃなくなったのにまたこの言葉を聞くことになるとはいいよ、知ってることを全部教える。ベロブルグで性格の存在を知ってる人間は少ない。存在を知っていてもそれを劣化や寒波の根源に結びつけて考えることはない。でもそのロボットスバローグのメモリーデータによれば、喧騒者たちはずっと前から真実にたどり着いてた。ただ研究結果はわざと隠され外部に知られないようになっていたと。私の運が悪かったんだ。あれほどあるテーマからわざわざ性格を選んでしまった。どうやら性格の真実に触れようとした人間は誰でも追放されたり処理されたりするらしいね。もしかしたら私はカカリアに感謝するべきかもしれない。彼女は私を追い出しただけだったから。もっと大変だけど後が楽になる方法もあったのに。私は性格と劣化の関係を割り出し真実にかなり近づいていた。残念なことに性格が劣化の原因だと証明する前に喧騒者に追放されたんだけどね。免職になる前私はちょうど性格の現場実測を申請していた。あれは私のテーマだったけど
一度も実物を見たことはなかったんだ。全ての研究が歴史資料と実験室に作られた疑似条件に基づいて行われていた。初歩的な研究報告と申請を出してからすぐ私の処分が下された。誰かが研究を続けてほしくなかったのは明らかだよ。カカリア、私たちはもう何年も話をしてない。かつて私と彼女はいい友人で何でも話し合う仲だった。でも大守護者の座についてから彼女は完全に変わってしまった。かつての信念、それからあの情熱、まるで何らかの力によって肉体から引き抜かれたようだった。彼女は自ら私を追放する命令を下した。私には会おうともしなかった。その後の彼女の行為はよくわからない。とっくの昔に普通の理屈で彼女を推し量るのは諦めたんだ。時々私が彼女は実は全くの別人じゃないかと疑ってしまう。こんな可能性はない？もしかしたら守護者は代々受け継がれる意識で本当のカカリアはもう消えてしまったとか。代々の大守護者があの理解しがたい意思決定と彼女を駆り立てているとか。わからない。この考えで一曲書いてもいいかもしれないね。ジェパード？絶対ダメだよ。あいつはとてもまっすぐだけど融通が効かないことで有名だから。弟は命令を何よりも重要に思っている。あんたがブローニャの手紙を盾にしてもあいつはブレない。あいつと話すにはコツがいるんだ。説得するなら私が出ることになる。ただ今はまだいい作戦を思いついていない。知ってるよ。直接見たことはないけど疑似実験と観測でおおよその位置はつかんだ。観測結果によれば正確はベロブログの北に位置するあの広い雪原のどこかだよ。俺たちは必ず正確を見つけなければならない。早ければ早いほどいい。それもできればカカリアが行動する前にだ。方向を教えてくれないか？問題ないよ。ちょうどそうしようと思っていた。でもあの道は口で言うほど簡単に進めるものじゃない。ベロブルグの北はほとんど劣化に飲み込まれている。北部の雪原に向かうにはシルバーメインの前線の禁止区域禁区を抜ける必要がある。シルバーメインの禁区を無事に抜けられてもその先には大きな劣化が待ち構えている。そう、シルバーメイン主力部隊の屯所だよ。彼らはそこで軍を編成し劣界の侵入に対抗している。どうやらうちら3人とゼーレじゃ足りない感じだね。地下に戻って地縁に合流してもらうようにお願いする。時間が許してくれないだろう。そんなに悲観しなくても大丈夫。研究員時代によく北部をうろついていたから前線の兵士たちとはかなり親しいんだ。かたくなに攻めるのがダメなら賢くやった方がいい。こうしよう、私があんたたちを連れていく。どう？本当？最高じゃん。詳しい人の道案内があるだけで一安心だね。私も直接性格を見たいからね。あれは私が10年以上取り組んできたテーマだ。人生に全部で何回10年間があると思う？これで決まりだね。善は急げ。準備ができたら出発しよう。
はずい、弟が今日来るって言ってたのを忘れてた。あんたたちはどこかに隠れてて、私が対応するから。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってたよ。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後で前線に戻るつもりだ。これは前にも言っただろう。あ、もうそうだね、確かにそうだった。姉さん、様子がおかしいが何かあったのか。え、いや大丈夫。どうしてそう思うんだ。いつもは僕の名前を呼ばないだろう。ああ、あんたはずっとみんなの前で私が弟と呼ぶのを嫌ってたじゃない。私もそうだなって思って。普段はやっぱり名前で呼んだ方がいい。そうでしょ弟。好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事できたんだ。砦の装置が故障した。部隊の技師じゃ手に負えない。姉さんに見てもらう必要がある。何の思考が凝り固まったやつらじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。はあ、何か大事かと思ったじゃない。ここに置いといて、私が直すから。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、町で突然戒厳令が敷かれたのは何かが起きたから。それは僕が受けた命令は外部には漏らせない。じいちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さんには言えないってわけ。やめてくれ。わかった、僕が言わなくてもどうせペラシカンが教えるだろう。昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。誰にも声をかけずに。第一守護者様は以前の3人の侵入者が烈海に落ちたのではなく、ブローニャ様の後を追って行政区に戻ったのではないかと疑っている。だからあのお方は町全体に戒厳令を敷き、疑わしい者を逮捕するよう命じたんだ。ふん、なるほどね。だから今までブローニャの情報がなかったのか。彼女は今どうしてる。わからない。彼女はクリフォト城を離れていない。大守護者様はただ彼女が帰ってきたとだけ、他には何も言っていないんだ。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの仕事量は倍増して、外出もままならないんだ。ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああそうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定水筒をここに置いていたな。持っていくよ。あ、待って。どうしたんだ姉さん、今日は本当に様子がおかしいぞ。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。この間部屋を掃除した時にそれを全部そこにまとめて置いておいたんだ。匂いがすごいから近寄らない方がいい。理由がおかしいことはともかくとして、本当に部屋の掃除をしたんだな。また禁止されている研究をしているんじゃないのか。してない。あんたってやつはお姉さんを何だと思ってるわけ。もういい。確かに姉さんのプライベートを侵害するのは良くない。仕事があるからもう行く。だ、ちょっと待って。その侵入者たちって、ただ聞くだけなんだけど、どんな罪を犯したの。喧騒者を陥れ、ベロブルグの破滅を目論んだ。私を処分した理由と大差ないんだね。カカリアの手段は少しも変わってないのか。そんなことを言うな姉さん。姉さんが大守護者様に不満があるのは知っているが、その話は笑えない。
また叱られたね。分かった、弟。気をつけてね。次は私とペラの練習を見においでよ。時間があれば行こう。出てきていいよ。もう安全なはず。はあ、息が詰まりそうだった。ドラマみたいな超展開だったよ。弟が水筒を取りに行こうとした時、本当に心臓が飛び出るかと思ったんだから。ブローニャが危ない。ダメよ、彼女を助けに行かなきゃ。私たちだけでクリフォト城に乗り込むつもり？その考えは諦めて。ゼーレちゃんがどんなにすごくても、あんたが死にに行くのを黙って見送ることはできない。安心して、カカリアがブローニャに危害を加えることはない。人の心は変わりやすいけど、少なくとも私はこの点に関しては自信を持ってる。ブローニャも似たような話をしていたわ。本当に理解できない。あんたたちはカカリアに反抗しながらも、ある面では彼女を信じている。さっき試してたんだけど、結果は見たでしょ。動かぬ証拠がない限り、弟は絶対にカカリアの命令を疑わない。先に弟を探そうとすれば、計画は絶対に水の泡だよ。ほら、シルバーメインの禁区に行こう。先に性格を見つければ、カカリアはあんたたちをどうにもできない。ブローニャ、彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？仲がいいほどではないわ。ただ彼女と約束したの。安心して、彼女は私が知ってる中で最も強い女の子だよ。ええ、それは私もよく知ってるわ。超厳重な警備、忍び込むのは無理そうだね。セーバル、今こそ知恵で出し抜く時だよ。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんとついてきて、バレないようにね。ここから先は軍事エリアで、関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは？え、セーバルさんですか？お久しぶりです。いや、フランツじゃない。久しぶり。どうしてまだ入り口の見張りをしてるの？それは答えられないですよ。セーバルさんは相変わらず鋭いですね。そのこんな遅くにどうしてこちらに？後ろの方たちは？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。下請けの修理者は信用できないらしくて、私がただ働きに来たわけ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。そのパイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題が起きて、人が凍死したら責任が取れるの？いえ、取れません。ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時の訪問証です。なくさないように、出るときに返すのを忘れないでください。ありがとう、フランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので、俺のことは何も言わないでください。それが一番助かります。真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。果てが見えない列界、
疲弊したシルバーメインたち、それに死の匂いが漂う空気だよ。さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。覚悟はいい？そうだよ、今さら引けないよじゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。複数の端末を組み合わせて制御してるはず。探してみよう。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？あいつはランドゥー家の人間だよ。ダメ、この端末はオフラインだ。ここからでは操作できない。じゃあどうすればいいのよ？他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。ランドゥー家は代々軍人なんだ。多くが若くして亡くなっていて、兄弟姉妹に残す時間はあまりなかった。だから誰もが自分の人生をしっかりと生きようとしている。ただそれだけ。ダメ、起動できない。端末へのエネルギー源が誰かに遮断されているみたい。いや、そうじゃない。よく考えてみたんだけど、これは故意に設定されたものだと思う。前線の警戒期間中は桟橋を渡れないように動かして、そして後方では端末のエネルギーを切り、誤操作もしくは兵士が逃げるのを防ぐ。そうすれば前線が突破されても列海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ブローニャが言っていたのは本当だったのね。確かにシルバーメインはベロブログを守るために命を懸けている。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。弟は言ってた。烈海のモンスターに対抗するためには極端な手段を選ばざるを得なかったと。前に進もう。2つの端末がどちらも起動できないのなら、元になっているエネルギー装置を見つけないと。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は機関エネルギー中枢だよ。これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーがこの装置によって賄われているはず。うん、警備が厳重なのもうなずける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目に遭ったのよ。この装置の権限を手に入れられれば、桟橋の端末を操作できる。だから門の守衛に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう、あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをうろついていたようだが、問題は見つかったか？いいや、今のところ全て正常だよ。私の予想では問題はエネルギー中枢にある。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はこの設備のイテレーションに参加したことが。ダメだ、護衛隊長の暗号キーがない限り誰もエネルギー中枢に近づいてはならない。大守護者様が来てもダメ？大守護？
その手には乗らないぞ。暗号キーがなければ誰も近づいてはならない。やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。どの隊長に会えばいい？ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。隊長が認可すればお前たちを通してやる。ダン？ダン？はあ、早く行って。問題ないよ。後でまた会いに来る。やあ、ダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらずキレ元気そうだな。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの腕前だったんだ。ふーん、この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。なあ、こんにちは。なんか変な匂いがするような。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ？私はシフト交代で、ついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します。2日入っていません。みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよ、ダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ、やっぱ舞台でバンドをやってた頃が懐かしいんだよね。昔のことだ、セーバル。俺はもう久しく鍵盤には触れてない。それにこの金庫を一年中見張ってる俺じゃ、もう城内に戻る機会はないかもしれない。少しよそよそしい物言いだったな。それで俺に何の用だ？何も問題がないのなら早く帰った方がいい。ここは安全じゃない。パイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検してないんだ。あそこの衛兵から聞いたんだけど、暗号キーが必要らしくてね。手伝ってくれない？どうしたの、ダン？すまない、セーバル。ジェパード自衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、それは、姉さん、禁区のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからない。ってな感じだったかな？じゃあ、もう一つ。彼はいつ連絡をしたんだ？今朝かな？そう、今朝だよ。今日は市外の巡回を担当してるんだってね。依頼するために私のところに立ち寄ったんだよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ？少し前までは城内にいたのに。セーバル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺がベロブルグのシルバーメインだということを忘れてはならない。セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこのよそ者たちはここに残ってもらう。交渉は失敗だ。
私があんたたちをここまで連れてきたんだから一緒に戦うよ。この件はベロブルグに関係する、いや世界の運命に関わる。ダン、私たちを通して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの練習を共にしたお前ならわかるだろう。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。セーバル、どうして。ダン、ごめんね、少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ、心配ない。頑固なやつ、でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた、これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報、後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても性格をこの目で見てみせる。行こう、エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たずだよ、ゼーレちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。足を引っ張ってないでしょ。やった、開いた。ありがとうダン。少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの。どうしてこんなに複雑なわけ。緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ。しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セーバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの。一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない、正面から応戦するしかないみたいだ。私たちはスバローグにも勝ったんだから、あんなの取るに足らないわよね。行くわよ。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。 40% 65 85。やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。よし進もう、前線に向かおう。大丈夫なのか、弟もそこにいるんだろう。多分ね、鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか。自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セーバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、
お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかったけど、今は。姉さん、本当に姉さんだったのか？待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから、ちゃんと説明する。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、列海に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない、ランドゥの名にふさわしいと思うのか？あんたはどうして私がここにいるかわかる？私たちはカンパを取り除き、劣化を封印する方法を見つけたの。それがこの世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない？どうしてこそこそキンクに入り騒ぎを起こす？あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか？聞いてチェパード、列海の誕生と蔓延は正確に関係がある。検証者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。検証者の宝を盗もうとしているんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れ、ベロブルグに災いを呼び込むと。だが僕は姉さんを信じていた。民に対する忠誠を信じていた。それなのにシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。列海のモンスターはいつ襲ってくるかわからない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい、私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。
今受衛官として命令を下す。シルバーメインの禁区を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。こいつ打たれ強いわ。こんなに手強い相手は初めてよ。なんかどうやっても勝てそうにない感じ。あいつは頑固だからね。討論だろうが喧嘩だろうが決めたことは死んでも譲らない。本当に可愛くない弟なんだから。もういいでしょジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからな。そうだよ、うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは損誤なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだからそろそろ柔軟性を身につけない？たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな？だったら少なくともブローニャは信じられるでしょ。ブローニャ様。言うべきことは全部言ったからね、弟よ。何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの受衛官で、大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だが、ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の喧騒者の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。烈海のモンスターとの戦いは孫悟のためだ。だが君たちとの戦いは今は何のためかわからない。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリフォトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ、保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら完全に侵食された烈海を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。
次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。キンクの門が開けば向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。シルバーメインにできるのは可能な限り敵を足止めし、君たちのためにわずかな時間を稼ぐことだ。だが君たちが前線を突破した後は僕たちに手伝えることはない。北部の列海がどのような場所なのかは君たちが直接確かめるしかない。覚悟はいいか？分かった。武器はしっかりと握るんだ。きっと厳しい戦いになる。シルバーメイン、命令だ。門を開け。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。だから言ったでしょ、ジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕は。お姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼーレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから、これは私の責任。それに私が手伝わないと次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた性格が目と鼻の先にあるんだから。でも私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るのを忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。列海の活動が活発になっている。ヤリイロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。三人を信じましょう。これは彼女にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの三人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の舞台に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた列海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたら天と地ほどの差があるな。セーバルは性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。そこへ行くには
まずこの迷路のような裂解の出口を見つけなければならないようだ。あのさ、ここなんか不気味じゃない？さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。皮膚の下で虫が張ってるみたい。今の俺たちには案内人もいなければ、正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。裂解の汚染が強ければ強いほど根源に近づいている証拠だ。